はい、こんにちは、茨城千葉支部代表の、ナゴムコーチです。翔吾コーチです。はい、今回は、相手を背負った状態、での前の向き方を、3つご紹介していきたいと思いますので、この動画を参考に練習をしてください。それでは実際にやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、それでは、今の3戦、まず1つ目から簡単に説明をしていきたいと思います。1つ目は、自分がキープをしている状態から軸足通しをしてあげます。そしたらこの状態の時に相手がこっち側に連れてくるイメージなので、最後に自分の好きな足の親指で押し出してみてください。でこの時にポイントは、嫌いな足を必ず一歩前にずらす、ここになりますので、ぜひこれを参考にまず1個目を練習してみてください。2つ目、は、自分がボールを持っている状態で逃げてから前を向いた状態で、最後は V ターンをしてあげる。この時に、1つポイントは、右利きの子は右斜め後ろに下がって、最後は右側に、早く連れてみてください。これが、2つ目のポイントになります。3つ目のポイントは、1つ目と一緒で、相手を背負った状態から左斜め前に足の裏で転がったら、ボールと左足の間に右足を置きながら、最後は左足でジャンプをするイメージになります。これを早くやると、そうそう、相手の逆を取れますので、ぜひ、この3戦、後ろを向いた状態での、前の向き方になりますので、ぜひ、参考にやってみてください。どれもやっぱこう一瞬で抜ける、ターンになるので、ぜひね、これを、まあ、小学生、中学生の方は練習をしてみてください。それでは今回はこのような動画で終わりたいと思います。次回の動画でまた会いましょう。さよなら。